はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アンチロミです。本日はですね、あまりにもかっこいいデッキできたんでご紹介をしていきましょう。テックジーナスモンスターっていうのがアンチロミが使うモンスターでございまして、で、まあ、スターダストドラゴンっていうのがね、ユウセイが使うモンスターなんですけども、このデッキをガッチャンコしまして、ユウセイとアンチロミの絆の結晶、夢の結晶デッキをね作ってきたんですよ。これね、今まで作ってきたデッキの中で一番エモいです。最もエモいデッキ作ってきました。やばすぎますこれ。どういう風に動かしていくかっていうと、このテックジュナススターガーディアンというアンチロミーさん、実質アンチロミーさんがいるんですけど、アンチロミーさんとこのデッキの中の、まあ、アンチロミーギミック、これを経由しまして、まあ、スターダストとかを出し、そして今回スキルを赤き竜のアザドラゴンヘッドっていうね、これにしてるんですね。これどういうスキルかっていうと、なんとデッキの中にシューティングスタードラゴンとフォーミュラーシンクロンっていう、このスキルを採用しないと入れることができない最強の、カードが入るということなんですよ。で、今日はこのシューティングスタードラゴンをアンチロミギミックで出していくっていう、マジでエモいデッキです。はい、エモすぎますこれは。世界エモさ選手権だったら第1位取れますね、これね、100% で、どういう風にね回していくかっていうと、基本的にはそのアンチノミギミックを使って、まあ、分回して、これで分回していくっていう感じなんですけども、出るモンスターがマジでエモくて、さっきのこれね、スタードラゴン、シューティングスタードラゴンとか、まあ、もちろんスターダストドラゴンも出ます。で、こっちも出ますし、スターダストクロニクルね、これ漫画版の、あのアクセルシンクロの方、漫画版のシューティングスターみたいなやつと、こっちブレードガンナー、これはあのアンチノミさんの切り札ですよね。この辺のモンスターを、このアンチノミギミックを使って出していくっていう、あまりにもエモいデッキを作ってきたんで、動かし方はぜひね、動画ご覧ください。で、今回は、環境外デッキ選手権用に作ってきたんで、環境外デッキ選手権用の対戦になってますけども、まあ、その点をね、ご了承いただければなというふうに思っております。で、これ、ね、一番ね、意味わかんないモンスター、これなんですよ。クリスマメトリックス、これなんで入ってるかっていうと、3300を打点で超えられると、このデッキなかなかね、ドリルフィッシュ以外ね、回答がないんですよ。なんで、守備表示にしてぶん殴れるように、一応これ入ってますけど、これは、例えば、テックジナスの、モンスター、パワーグラディエーターとか、でもいいと思います。はい。早速ね、エモすぎる対戦ご覧いただきましょう。デュエル、スタート。これが俺と、カオとの絆だ。俺は、アンチノミ、いや、ブルーノとの、コラボレーション見せてやるぜ。なんだそれ。セイクリッドの成功、一旦に一度自分のフィールド上にセイクリッドのアンチのモンスターが即死召喚された場合、リキャラカードを1枚ドロー。つえつえ、相変わらずつえぜこのカード。そして、セイクリッドソンプレス、セイクリッドソンプレスとセイクリッドビーハイブ、こいつ何するんだっけ。一旦に一度自分のセイクリッドモンスターが戦闘からダメージステップ開始時からダメージ計3万円、このカードのエクセサイを1つ除いて、打点が1000アップする。ざけんなよ。テクチュナス、サイバーマジシャンのモンスター効果発動。モンスター効果発動。サイバーマジシャンの効果によって手札にテクチュナスワールフを加える。見ているかブルーノ、いやアンチロミ、いやブルーノ、俺のターンドロー。俺は手札から、テクチュナススワイカーを攻撃表示で特殊召喚。そしてテクチュナスストライカーが特殊召喚に成功した場合、手札のテクチュナスワールフは特殊召喚できる。来いテクチュナスワールフ。そしてワールフにテクチュナスストライカーをチューニング、リミッター解放レベル5、レギュレーターオープン、レンジ修正、ナビゲーション、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚、カモン、テクチュナススターガーディアン。そしてスターガーディアンのモンスター効果により、もちろんテクチナスワールフは手札に加える。強すぎるぜ。最強ムーブを目からかましてやるからな。待っていろ。そしてテクチナススターガーディアンのモンスター効果発動。テクチナススターガーディアンのモンスター効果によって手札のテクチナスブースターラプトルを特殊召喚。そしてテクチュナスブーストラプターが特殊召喚に成功した場合、テクチュナスワールフを手札から特殊召喚できる。
レベル3のテクチーナスワールフにレベル5テクチーナススターガーディアンをチューニング。すごいし願いが新たに輝く星となる。光差し道となれ新規の召喚。すごいし願いが新たに輝く星、飛翔せよスターダストドラゴン。かっけーブラロオニマルしたい。このブラロオニマルもどっちも禁止カードなんだよこのルールでは。なそしてフィールド上にシンクロモンスターが存在する場合、もうこのモンスターを手札から特殊召喚できる。現れろシンクロリゾネーターレベル1のテクシナスブースターラプトルにレベル1シンクロリゾネーターをチューニング。すごいし、なんだっけ、願いが新たな速度の地平へいざなう。光さす道となれ新規の召喚。願い新たな速度の地平へいざなう。見てるかアンチノミ、いやブルーノ、これが俺が導き出した新たなる答え、新たなる境地、希望の力、シンクロチューナー、シンクロチューナー、フォーミュラーシンクロン、そしてスターダストドラゴンにフォーミュラーシンクロンもチューニングしていくぞ。行くぜ俺はレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。クリアマインド、やっぱり進化の扉を開く光さすミッションね、アクセルシンクロー、将来せよシューティングスタードラゴン。さらにシューティングスタードラゴンのモンスター効果、このカードはデッキトップを5枚めくり、その中のチューラーモンスターの数まで一度のバトルフェーズ中に攻撃を行うことができる。チューナーモンスターは3体、このモンスターはバトルフェーズ中に3回の攻撃をすることが可能。さらにテクチーナスドリルフィッシュを攻撃表示で召喚、いくぜバトルフェイズ、バトルだテクチーナスドリルフィッシュでダイレクトアタック、モンスターでダイレクトアタック、そしてテクチーナスドリルフィッシュは何何相手モンスターの攻撃宣言時、そのモンスター一体を攻撃、選択肢攻撃を無効にし、次のターン終了までそのモンスターの元々の攻撃使用力を入れ替える。なんていうめんどくさいことだな。こいつを投げると1000ポイントアップされて3100になってしまう。ターンを終了するしかない。やべ、俺のドルフィッシュが俺のドルフィッシュがそーやられちまう。これはしょうがねえ、こいつはしょうがねえ、これ受けるしかねえ。いいだろう、ヤツのエクシーズ素材はあと1個ある。ドロー最高にかっこいいカード来た、最高にかっこいいカード来た。俺は手札からマジックカードネクロイド新機能を発動、墓地のチューナーモンスターとチューナー以外のモンスターを指定し、そのモンスターをゲームから除外する。そしてそのレベルと等しいシンクロモンスターをエクストラデッキからシンクロ召喚できる。押し流れる後にすべての思い、キスさんともにこの世界を満たさん、アクセルシンクロー、かっこ進行しない、新鮮交流、スターダストクロイグル、おっしゃーかっこよすぎだろ、あまりにもかっこいい、あまりにもかっこいい、なんてかっこいいんだ。そしてカードを1枚セット、そしてシューティングスタードラゴンのモンスター効果発動、デッキトップを5枚めくり、その中のチューナーモンスターの数までこのモンスター一度のバトルフェーズ中に攻撃を行うことができる。めくれたカードは1枚1回の攻撃が可能。行くぜバトルフェイズ、バトル、行くぜシューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ、しゃーなあこれ、デックリッツの名の付いたモンスターとの戦闘で破壊されなかった相手モンスターはダメージステップ終了時に持ち主のデッキに戻る。なんてことをするんだこいつ、やっていいこと悪いことの区別もつかないのか。いけ新鮮交流、スターダストクロニクルの攻撃、スターダスト、こいつの攻撃名なんだ、そして新鮮交流、スターダストクロニクルが破壊された場合除外されているドラゴン族モンスターを特殊召喚できる。効果発動、ドラゴン族シンクロモンスター必勝せよ
スターダストドラゴン、ターンを終了するぜ。これしかできない俺には、俺にはこれしかできない。なんで気持ちよくデュエルさせねえんだ。なんだよ気持ち悪いストラップカードは。よし来た、破壊してくれた、ありがとう。そしてデクシナス、サイバーマジシャンのモンスター効果発動。サイバーマジシャンの効果によりテクチーナス、スクリューサーペンとお手札に加える。俺は自分の限界を超えてみせる。俺のターン、ドロー。俺はテクチーナス、スクリューサーペンとを召喚。スクリューサーペンとのモンスター効果発動。墓地のレベル1のテクチーナス、ブースターラプトルを特殊召喚。さらによし、モンスターを特殊召喚。テクチーナス、ブースターラプトルにレベル4のテクチーナス、スクリューサーペンとをチューニング。リミット解放レベル5。連中性ナビゲーションオールクリア。俺は俺自身を新規の召喚。そしてスターガーディアンのモンスター効果、スターガーディアンのモンスター効果によりテックチュラスドレルフィッシュを手札に加えていく。そしてスターガーディアンのモンスター効果発動。スターガーディアンは一旦に一度手札からテックチュラスモンスターを一体を特殊召喚できる。現れろテックチュラスワールグ。そしてレベル3のテクシーナスワールフにレベル5テクシーナススターガーディアンをチューニング。角石願いがどうのこうの、飛翔せよスターダストドラゴン。飛翔せよスターダストドラゴン。行くぜスターダストドラゴンの攻撃、シューティングソニック。いやシューティングソニック。見てるかブルーロン、見てるかブルーロン、これが俺とお前の絆の力だ。見せてもらったよ君の可能性を。まさに絆の力。さあ先行はいただいた、俺の方が早かった。ボルカニックバンドとなんだっけこれ、なんか入れんだよね、デュエル開始にボルカニックバレット2体と、ボルカニックデビル、ブレイズキャノン、ブレイズキャノントライデント1枚ずつ追加すると。まずはこのデュエルに勝つことだけを考え。なるほどね、デュエル俺のターン、俺のターン。ボルカニックロケットいいだろ、ブレイズキャノンいいだろ、強いぜ。ブレイズキャノンいいだろ、強いぜ。いいだろ強いぜ。ブレイズキャノントライデントの効果発動。いいだろモンスターを挑戦。このモンスターは破壊された場合エンドフェーズに。おやべえ、つえ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 、やべえ、ボルカニックブームされてる。やるなチョコラブ、やるじゃねえかチョコラブ。墓地のテックチュナスブーストラプトルの効果発動。モンスター効果テックチュナスワールフを手札に加えさせてもらうぜ。さあ行くぞ、かかってくるがいい。俺のターン、ドロー。ワールフめっちゃ来たワールフめっちゃ来たなテックチナスワールフを特殊召喚。力を貸してくれ。そしてモンスターをレベル3のテックチナスワールフにレベル2のテックチナスストライカーをチューニング。リミッター解放レベル5。テックチナススターガーディアン、スターガーディアンがシンクロ召喚に成功した場合墓地のテックチナスモンスターを一体、手札に回収することができる。そしてレベル3のテックチナスワールフにレベル5テックチナススターガーディアンをチューニング。集いし願いがどうのこうの、シンクロ召喚必勝せよスターダストドラゴン。このデッキ途中までやってることランク1の TG すぎて思われそうだね。だが着地点はあんなゴミみてえな、なクリストロン・グリオン・ガンドとかブラック・ローズなんてゴミみてえなモンスターではない。このままバトル直接攻める。いけスターガーディアン、スターガッタストラゴンの攻撃シューティングソニック。はぁ、あ、終了ターンエンド。俺のターン、ドロー。さあブレイズキャノントライデントの効果はあれだぜ、破壊することができるぜこのモンスターを。ちなみに何このカードを特殊召喚する。現れろボルカニックデビル。出た召喚ムービーよどうぞ。かっけえ、久しぶりに見たこいつの召喚ムービー。出たボルカニックデビル、かっけえ、
かっこいいぜ。伊達岩が回られてる。やばい。なに俺がいく。ブレイズキャノントライデントを回収。なるほど、いいだろう。いやー、俺のスターダストドラゴンが。俺のターン、ドロー、ドリーフィッシュ、いいだろう。俺はテクチーナス、スクルーサーペントを攻撃表示で召喚。そしてテクだからテクチーナス、ブースターラプトルを特殊召喚。そしてレベル1のテクチーナス、ブースターラプトルにレベル4テクチーナス、スクルーサーペントをチューニング、シンクロ召喚。テクチーナス、スターガーディアン、スターガーディアンのモンスター効果によりテクチーナス、ワーウルフを回収させてもらう。そしてスターガーディアンのモンスター効果発動、テックチーナス、スクルーサーペントを攻撃表示で特殊召喚。そしてスクルーサーペントが特殊召喚に成功した場合、もちろんテックチーナス、ブースターラプトルは特殊召喚。そしてレベル1のテックチーナス、ブースターラプトルにレベル4のテックチーナス、スクルーサーペントをチューニング、新規の召喚。クリストロン、アメトリックス。誰やねー、誰やねー。レベル5のテックチーナス、クリストロン、アメトリックスにレベル5のテックチーナス、スターガーディアンをチューニング。星流れる後に紡がれすべての思い、キーズと共にこの世界を満たさん、アクセル進行、高来せよ、新鮮交流、スターダストクロニクル、バトル、新鮮交流、スターダストクロニクルの攻撃、シューティングシャインブラスト。こいつ100回評価したの、ケンタかよ。ブレイズキャノントライデントはやばい。炎族モンスターを弾丸として放ち、相手モンスターを破壊させてもらうだと。そしてお前にその効果に支援し、新鮮交流、スターズクロニクルの効果発動、墓地に存在するシンクロモンスターをゲームから除外し、このターンこのモンスターはこのカード以外の効果を受けない。もちろんそのカードの効果で破壊されることはないぜ。これが新鮮交流、スターダストクロニクルのパワー。強え、ジムニー強え、ジムニーこいつの方が強え。さあどうする、どうする、チョコラブ。俺が読んでいた以上よし、ドロー。スターダストじゃないこれ、これ分かった、こう分かった、これだ、来た、効果使わん、地獄に落ちろ。しゃあ俺は新鮮交流、スターダストクロニクルの効果発動。除外されているスターダストドラゴンは特殊召喚できるぜ。スターダストドラゴン、ブレイズキャノントライデントの効果発動。ゲンタ、炎族モンスター、無理。スターダストドラゴンの効果発動、このカードを墓地の国破壊する効果を無効にし破壊する、ビクティブサンクチュアリ、墓地のスターダストドラゴンの効果発動。スターダストドラゴンは墓地からエンドフェイズに蘇る。スターダストドラゴン来たぞ、来たんじゃないか、これは来たんじゃないか。俺のターン、ドロー。レベル落ちてるよな、落ちている。俺はジャンクシンクロンを召喚、ジャンクシンクロンのモンスター効果発動、墓地のレベル1のテックチーナス、ブースターラプトルを特殊召喚。そしてレベル1のブースターラプトルにレベル3ジャンクシンクロンをチューニング、リミッター解放、レベル4レンジ修正、ナビゲーション、オールクリア、ゴー、シンクロ召喚、カモン、テックチーナス、波動竜、フロンドラゴン、波動竜フロンドラゴンのモンスター効果。このモンスターはターン終了時までレベルを2として扱うことができる。さらにレベル8のスターダストドラゴンにレベル2の波動竜フロンドラゴンをチューニング、クリアマインド、クリアマインド、ストイシュメロ結晶が新たな進化の扉を開く、光さす道となれ、アクセルシンクロー、アクセルシンクロー、将来せよ、シューティングスタードラゴン、
シューティングスタードラゴンのモンスター効果。このモンスターはデッキトップ5枚の中のチューナーモンスターの数まで一度バトルフェーズ中に攻撃をすることができる。このターンこのモンスターは2回攻撃をすることができる。バトルフェーズいけ。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ、スターダストミラージュ。さあ、バクラ、バクラ、バクラだ。どんなカードでも存在する、必要とされる力がある。準備はできている、準備はできているぜ。行くぜ。ハンドはそこそこだな。テクシーナススクリューサーペントを攻撃しようでしょうか。そしてテクシーナスブースターラプトルを特殊召喚、モンスターを特殊召喚、そして、テクシーナスワールフも特殊召喚しておこう。モンスター効果発動、よし。モンスターを、そしてレベル1のテクシーナスブースターラプトルにレベル4テクシーナススクリューサーペントをチューニング。新旧召喚、テクシナスターガーディアン、テクシナスターガーディアンのモンスター効果発動、テクシナスターガーディアンの効果発動、テクシナスサイバーマジシャンを特殊召喚、そしてレベル3のテクシナスバウルフにレベル5テクシナススターガーディアンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる、光さす水となれ。真空召喚必勝せよ、スターラストドラゴン。イエス、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える、光を超え未来を切り開くんだ。分かった、ブルーノ。今俺が限界を、俺自身の限界を超えてみせる。これが俺が身につけた新たな境地、クリアマインド。ブーストウォーリアーにレベル1テクシーナスサイバーマジシャンをチューニング。新たな速度の地平へ誘う、光さす道となれ。新規の召喚、希望の力、新規のチューナー、フォーミュラーシンクロ。フォーミュラーシンクロは新規の召喚に成功した場合カードを1枚ドローできる。そしてレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロもチューニング。クリアマインド、見ているかアンチのみ、いやブルーの新たな進化の扉を開く、光さす道となれ。アクセルシンクロ、将来せよ、シューティングスタードラゴン。シューティングスタードラゴンのモンスター効果発動、デッキトップを5枚めくり、その中のチューラーモンスターの数までこのモンスターは一度のバトルフェーズ中に攻撃をすることができる。めくれたチューナーは2枚、そして手札よりマジックカード、ネクロイド新機能を発動。俺は墓地に存在するスターダストドラゴンとフォーミュラー新機能の魂をゲームから除外し、押し流れる後に潰られる全ての思い、傷とともにこの世界を満たさん。アクセルシンクロー、一旦2回アクセルシンクロー、新鮮交流、スターダストクロニクル、バトルベース、バトルだ、行くぜ。新鮮交流、スターダストクロニクルの攻撃、スターダストクロニクルの攻撃、シューティングシャインブラスト。なんてかっこいい攻撃名なんだ。なんだそのモンスターは。 D ボーイズ誰や。リバースできたら D ボーイズを2位の数だと攻撃表示特殊ができる。何その後、自分はこの効果で特殊召喚したモンスターの数かける1000ポイントダメージを受ける。めちゃめちゃダメージ受けんじゃん。大丈夫、めっちゃダメージ受けるそれ。大丈夫、大丈夫それ。めちゃくちゃダメージ受けてっけど、あいやー。説明しよう。自由解放、自分のフィールド上のモンスターが戦闘によって破壊され墓地を埋めた時、フィールド上の表側表示モンスター2体を選択して持ち主のデッキに戻すことができる。つまりシューティングスタードラゴンとスターダストクロニクルは両方ともデッキに戻されるのである。うわ